日本と東ティモールの関係では、日本国と東ティモール民主共和国の当該地域間の関係について記述する。2002年5月20日に、両国は正式な国交を樹立した。日本と東ティモールの関係は、第二次世界大戦の日本軍によるティモール島の占領期から、戦後のインドネシアによる東ティモールの併合期、そして東ティモールの主権回復を経て、 現在に至る。特に、1999年8月30日の東ティモール独立投票実施以降、外交関係は活発化している。2002年に東ティモールは独立し、日本と国交を樹立。2004年には実質的な在東ティモール日本国大使館が開設された。建国後は、シャナナ・グスマン大統領の訪日や日本国外部。 大臣政務官の東ティモール訪問などの政治家による交流、日本からの経済支援などを通じて関係が築かれている。また、東ティモールは21世紀に初めて独立した国であり、1999年と2006年の混乱で生じて失われた国家インフラや制度の構築のため、国連を中心とした日本などの国々から支援を受け、復興。 発展途上の国である。しかし、両国関係においても発展段階であるが、各分野において様々な交流を行っている。シャナナ・グスマン日本は2002年5月20日に独立した東ティモールを主権国家として承認し、外交関係の樹立を行い、同日、ザンインドネシア大使館と献刊させる形で、首都ディリに大使館を開設した。 この在東ティモール大使館は2004年1月に実館となった。一方で東ティモールも東京に中日大使館を設置した。日本と東ティモールの政治首脳の外交交流は2002年4月に小泉純一郎首相が日本の総理大臣として初めて東ティモールを訪れ、東ティモールの大統領としてはシャナナ。 グスマン大統領が1999年に東ティモール支援会合出席のため初訪日を下のを皮切りに、その後2012年までに4度来日。2012年12月にはラモスホルタ大統領が訪問した。また、閣僚級においては、ほぼ毎年両国ともに互いの国を訪れ、活発な交流を行っている。2012年には、 国交樹立からの周年記念として、日本、東ティモール外交関係樹立10周年、記念平和年が実施された。2014年7月に、ギリで開催されたポルトガル語諸国、共同体首脳会議に、日本は初めて、オブザーバーとして招かれた。この会議において、東ティモールが、建国初めての議長国を務めた。また、警察においても、 日本と東ティモールとの関係が築かれた。それは2003年に東ティモールの警察が日本の地域警察である公安の影響を受け制度を開始したことに始まる。2008年からは日本は東ティモールの警察官の訪日研修の受け入れ、実施や専門家を現地に派遣したりするなどして支援してきた。日本は東ティモールが2002年に 国際連合などの支援を受けて独立したばかりの国であったため、国連の要請により2002年3月から2004年6月までの約2年間にわたり、東ティモール政府を支援する国際連合東ティモール暫定行政機構及び国際連合東ティモール支援団に自衛隊隊員のべ2287人を派遣し、道路や橋の維持補修などの支援を行った。また、 2006年東ティモールにおいて国軍内部の対立と国軍と警察の対立から大規模な騒乱が起きたため国連は国連平和維持活動を発動し国際連合東ティモール統合ミッションを設置したこれに対し日本は2007年1月から2008年2月まで文民警察官として延べ4人を2010年9月から2012年9月まで 軍事連絡要員として自衛官の部8人を派遣した。また、選挙監視団として、首都ギリ市内、マナトト県及びバウカウ県などにおいて、2007年と2012年におけるの大統領選挙、同選挙決戦投票及び国民議会選挙の監視活動を実施した。一方で、日本政府は東ティモール政府からの要請を受け、2010年から毎年、 防衛大学校への東ティモール人留学生を受け入れたり、2012年から毎年東ティモール軍への広報支援の研修を実施などをしている。2011年現在、東ティモールの主要貿易国は輸入輸出ともにドイツであり、対日本における輸入は9位、輸出は4位となっている。ただ、日本と東ティモールの貿易における結びつきは弱いが、2013年の 経済支援において日本はオーストラリアに次ぐ第2位の主要援助国である。この経済支援は1999年12月の東京で開催した第1回東ティモール支援会合における3年間の約1億3000万ドルの支援表明から始まり、その3年後の支援国会合における3年間の上限約6000万ドルの支援を表明し、その後公共事業整備や 選挙実施支援、経済復興支援などの国づくり及び復興支援を中心とした援助が現在まで行われている。外務省 ODA 東ティモール約束状況2012年に大阪ガスは東ティモールにおける産業の人材育成事業に参加を決定し実施した。日本は2001年より東ティモール唯一の大学である。 東ティモール大学工学部の教育体制や運営、環境設備などの支援を行い、2006年から2010年にかけて埼玉大学、長岡技術科学大学、岐阜大学の協力のもと、教員の基礎的な能力向上を支援するプロジェクトを実施した。九州大学は2005年から東ティモール大学農学部への研修などの支援を実施した。ドミンゴス・サルメント、 アルベスイジリオアントニオデファティマコエリオダシルバ、エヴァンジェリーのゴメス・フィロメノ・アレーショ、ダクルス・ヌノ、アルバレス・モニス、マルケス・アルベス・アントニート・デ・アラウジョ・ヌノ、アルバレス・モニス、マルケス・アルベス・イリリオ・シメネス・ダコスタ。ありがとうございます。